おうちでシネチュラー始まりましたーしい、はいはい、はいどうもこんばんはシネマチュラリズム MC そして役者やってます久保田バトですよろしくお願いしますそしてこちらシネマチュラリズムアスコットキャラクターのシュアナンですよっはいということでね <laughs> はい <laughs> シネマチラリズム、M. C. をしております。ええ、曽我正臣です。本日もよろしくお願いします。俳優映像制作もしております、はい。はい、よろしくお願いします。はい、はい、というわけで、まあ、早速にはなるんですけど、本日紹介する作品のタイトルを。はしたいと思います。はいはい、本日紹介する作品は。はい、ストレージマンです。ストレージマン、はい。ストレージマン。<ー>はい、というわけで、まあ。 我々はちょっと先にもう作品の方を見させていただいたんですけど、はいはい、ちょっと初見の感想などを、ちょっと相馬さん、お聞きしてもよろしいでしょうか、はい、はい、あのね、ストレージマンって何のことかなって皆さん思われ思われると思うんですけども、なんと衝撃のね、話で、あのトランクルームに住んでる男の話というね。そう、ね、<laughs> いや、これを映画化ってすごいなって。 っていうののが初めの印象でで実際そんな人いるのって思ったんですけどうん、うん、そういう人が <laughs> 何人か出てくるっていう設定でしかも <laughs> そこにも度肝も抜かれましたし、はい、いやいやいや面白い設定だなぁと思って、うん、うん、で見てる間にどんどん引き込まれますし展開も読めないですしね結構。その だって<構>ねトランクルームに住んでる男の話なんて展開読めるわけない。何があってそこに住んだんだみたいなあ。あと、やっぱ結構こう現代社会というか、ね、うん、今の現代がまあ舞台に上がってるんですけど、ちょっと人ごと事じゃねえぞ、これみたいな怖さとか。確確かに確かににで、これはなんか面白い方に。 ものかなみたいな部分がちょっとあっ、うん、ああなるほどね。コメディロスに行くののそ,うそうそう。どっちに行くんだろうみたいなので、はい、なんかこうちょっとなんかハラハラしながら見てた部分はありま、ね、なるほどね。はい、確かにそれもある。うんうん。うん、でもトラックルームはぶっちゃけなんかすめんじゃねえかと思ったことはありますね。うん、なんかね。確かにね。<laughs> なんかあのあんま詳しいこと言えないですけど、久保さんからちょっと同じような話を聞いたことがあって <laughs>。<laughs> そうなんですよ <laughs> ちょっと一回考えたことありますもんね <laughs>。<laughs> いやまあまあだから今日ちょっとまあ監督と主演のお二人が来ていただいてるんですけどどういったねこう経緯でこう話を思いついたのかとかそうですよね主演の方はプロデューサーもされてますからんかいろいろ聞いてしたらなんか モデルとなった人がいるのかとかあそういやでもそんな人いますか分かんないですけど何か、えー、どっか出会ってなんかねそっからとかみたいなのがあるのかなとかあ,あそういうこと,とそういういどういって作られたのかとかのお話とかもちょっと聞いてみたいないあ確か,確かに確かに確かにというわけで今回その「ストレージマン」から監督と主演のお二人来ていただいてますので。 早速入ってきていただきたいと思います、はい、それではお二人よろしくお願いします、はい、どうぞこんにちはお願いしますよろしくお願いしますそれでは最初に監督の方から自己紹介をお願いいたします あすいません、ストレージマン監督をしました、万野炭治郎と申します。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。主人公の森下隆志役を演じました蓮華弘隆と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。うん、はい、というわけで、監督と主演の蓮華さんに来ていただきました。今日はこのようにでお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いいたします。お願いします。いますはい。結構昔から映画が、 好きだなというところはあって、で、えー、っと、よく話してるエピソードなんですけど、なんか3歳ぐらいの時に、うちの母親がちょっと、まあ、ちょっと小ぼけてるというか、ちょっとあの、英語字幕の映画を見に連れてってくれたらしいんですけど、で、なんかちょっと行ったことだったり、姉とかは結構、なんですかね、もう英語字幕だからわかんないみたいなところで、いろいろ騒いでるときに、僕はもうずっと、 映画にぼっとしてたみたいなところで,であ、この子はちょっとそっちの道に行くんじゃないかみたいな、なんかそういうのがあったらしくて、でそこからずっとなんか映画を見たら、その続きを自分で考えるみたいな子供だったんですけど、<ー>でまあ、大学卒業して、ちょっとまあ機会もあって、あのアメリカに行くことになりまして、まあ、そこでちょっと映画学科みたいなところに行って。 あのまあ、ちょっと映画監督を志そうと、なんか人生を、うん、覚悟を決めたみたいな感じで、<ー>はい、進みましたね、はい、でもきっかけとしては、その幼少の頃に見た映画に、なんかまあ、引き込まれて、物語を考えたりということなんですけど、こうそのなんですかね、まあ、監督と、うん、まあもちろん出,出る側というみたいなのもあるじゃないですか、そちら側にはこう興味はなかったんですか あそうですね、そんなにこう俳優さんっていうところ、まあ、鏡の前で自分で演じたりはしてたんですけど、どちらかというと、こう、はい、作りたい側だったんですけど、で、なんか大学に行って、はい、結構、その、撮影学部とか、編集学部とかいろいろあったんですけど、こう、一番僕、何にもできないなと思ったんですよ、なんとなく、その、ライトの角度とかもわかんないし、な,どね、なんかどうど、えー、音声を、 撮ったらいいかっていうところの,そのプロフェッショナル感があんまりなくて、まあ、それでいうと、一番考えていろんな人にお願いするのが向いてるかなっていうところで、うん、もう僕は監督しかないって言って、<あ>そっちに、はい、邁進したとたいな感じでしたね。一、はい、通り、まあ、やってはみそうですね、<あ>ーーそうですね、でもちょっと結構不器用なんで、ライトがこの角度ってなんでこういう絵になるかっていうのは全然想像できなくて <laughs>。 でまあ、それをカメラマンに言ったらこうやってくださるので、なんかそういうところのポジションでやっていこうかなっていうのは決めたっていう感じはありましたねはい脚本はご自身で担当されてると思うんですけれども、はい、その脚本作りについては、まあ、監督やるなら脚本もやりたいっていうふうな思いがああ,あ終わりだったんですかあそううですねななんとなくこう アメリカに行って一番学んだなっていうのは脚本の作り方かなというふうに思ってて、まあ今、セーブザイキャットとかいろいろ出てますけど、なんか本当に15分でこれが起こって、27分にも主人公が元に戻れないみたいな、なんかそういうのをなんか全部、あの、フンタインで教えてもらって、で、まあそれを自分で書くみたいな授業もあったりはしたんですけど、まあそういうところでちょっと自然と脚本は 自分で書くも確かになんか大体見ていて何分後になんかこう転換が起こるみたいなのってこう結構ありますよねなんかシナリオを作りにそうなそうなんですでまあそれが正しいとは思わないんですけどなんとなくそれが結構カルチャーショックというかこんなに決まってるんだみたいなところに衝撃を受けて、うん、まあそれを学んだというのもあって自分で。 結婚を書いいいいてててきたいなとううふうには思ってるっる感じですね私自身役者やろうと思い出したのは結構20代の終わりぐらいだったんですけど、まあ、それまではあの普通にサラリーマン生活が結構長くて、うん、で、まあ、その中であのこう大学の後輩ですごい仲良かったやつがあの社会人になってから、えっとまあ、会社員しながら自主映画を取り出して。 たんですね。で、そこでまあ仲良かったのでなんか一緒にちょっとレンゲさん手伝ってよみたいな話からあの撮影現場にふと足を運ぶことになりまして、まあ、なんかほんとちっちゃい座組だったのでちょっとその制作部的なこともやりつつなんかこうあのマイク持ってみたりとかマイク持ってみたりとか。<laughs> <laughs> <laughs> で最終的にはなんかちょっとそのホテルの受付の役じゃあ一役やってみようよみたいな流れでやることになって、まあ、やってみたんですけどこんなに楽しいものなのかとちょっとそこで衝撃を受けて、まあ、自分が出ることもさながらなんかこういろんな人が集まってなんか一人一人,人がこう100%出し切ったらなんかすごいものが出来上がっていくぞみたいなこう世界観にちょっと惚れ込んでしまいまして。 でこれやってみようということで、なんか少しずつこう役者の世界にはまり込んでいったみたいな感じがきっかけですね。じゃあ本当にこう友人から誘われるまではもう、結構、全く考えてなかった感じなんですかよね。なんか人前に出て何かをするっていうことは、もともと好きだったんですね。はいはい、なのであの大学時代はこう バンドサークルにずっといたので<っ>なんか人前でこうパフォーマンスをすることが昔から大好きでその中でなんかこうその好きな自分の要素となんかすごくうまくこうはまったというかそれ以来も、も、ね、カメラの前で演じることがなんかもうすごい快感になってしまいましたね。 結構そこでこう役者を目,目指すというか目覚めてからは何か養成所みたいなところにも通ったりもしたんですか、えっと、一番最初本当何からやったらいいかもう何も知らなかったので、はい、なんかでもとにかく人前で演技がしたいぞって思って、うん、あの一番早いのなんだろうなと思って一人芝居やろうって思ったんですね。 でなんかもう、グーグルで一人芝居のイベントみたいなの探して、はい、最初に出てきたところにとりあえずエントリーして、はい、で出ること決まったあとで、じゃあ、なんかとりあえずなんか脚本を書かなきゃいけないらしいみたいな、はい、自分で書いてみようみたいな感じで、もう本当、スクラップアンドビルドみたいな、ベタコツと勝負で <laughs> とにかく、とにかくやってみるぞみたいな感じで始めました。 行動力が。<laughs> いや、すごいですね。なかなか、<laughs> ひ一人芝居ってでもすごいですね。いや、なかなかいいで,、ね、ですね。<laughs> <laughs> 何も知らないから逆になんかこう怖いもの知らずでいけたのかなみたいな気もするんですけど、んかそこでやってたらこう、そこに出てた別の劇団に所属してた方とかが、いや、 え初めてなのとかいきなり自分で書いて自分で出たのとか「君面白いね」とか言って「じゃあうちのちょっと今度出てみなよ」みたいな感じでなんかこう<ー>急にその客演で外部の団体に出させてもらうことになったりとか<ー>ちょっとずつなんかこう動いたら知り合いつながりが生まれてなんか少しずつ演劇を覚えていって<ー>で養成所にも1年通ったりしたんですけどまあその時期にまだ サラリーマンやっていたのでちょっと仕事とその芝居なんかこのままだったらどっちか選ばないとなんか君すごく中途半端でもったいないことになると思うよみたいなことをそこの先生から言われてう,ん,、うん、うーんって悩んでじゃあ一回ちょっとこっちに振り切ろうみたいに思い立って今に至るって感じですね。うん、ああ。このまあ万の監督とはこうどういった経緯でお知り合いになったんですかお二人は。 えっと、マンの監督とはあのマンの監督が普段あのニュースピックスっていうあの経済メディアの番組のディレクターをやってらっしゃるんですけど、はい、あの僕も一時期そこのグループ会社で働いてたことがありまして。うんあ でなので、あのある日、そのあのあ社内のあのスラックに、あの万の監督の,あのマザーフッドっていう映画を、はい、今度、社内で上映会をやるよみたいなのが流れてきたんですね。はい、で、役者やってる身としては、え、社内に映画監督がいるのみたいな、しかも上映するのいうす、ね、っていうことで、はい、やばいと思って、これはもう絶対会いに行かなきゃみたいな、はい、<laughs> とりあえず見なきゃみたいに思って、うん、その社内の上映会に行って、うん、で、見て、あの めちゃくちゃゃく衝撃を受けまして、こんなえぐい映画を撮る人がこんな身近にいたのかみたいな、ね、<laughs> やばいこれは、これはちょっとこの人と仲良くならないとまずいと思って、もう押しかけていって、うん、レンゲですって言って、ちょっと飲み行きましょうみたいなところから進行がつかりました <laughs> そうです,、ね、すごい行動力を発揮して。そんな出会い方が <laughs> あるんですね。たま,まの出会いたた。たまたまってことですよね。そうですね。お互いそれまで全く知らなかったんですもんね。 そうですね、もう部署も結構違うので、も,もうレンゲさんに見に来ていただけなかったら、この出会いはなかったし、うん、まあその後飲みに行きましょうって、レンゲさんに言ってもなかったら、結構、人見知りなんで、<laughs> なんか、このストレージマンは出来上がってないなっていうのは、本当に思います <laughs> えー、素敵な出会い、すごい。そんなことある <laughs> いやこうもうこういうあのそのスラックとかね、LINE <laughs> とかがもう広まってる世の中だからこそっていうのもありますよね。そうですよね気軽にそうやって問い合わせとかもできますからね、スラックとかだったらね。自動車工場に勤めてる森下隆というあの、まあ、男性がですね、まあ、それまでは、まあ、あんまり裕福ではないにしろ、 まあ、妻のアキ子と娘のさくらとこう幸せに暮らしていたっていうところなんですけどそこに、えー、コロナショックが何、まあ、ですかねこうその家族を襲ってで、まあ、自動車工場で派遣として働いてたんですけどその派遣切りにあってしまってで、あのーまあ、社宅に住んでたのであと2週間で出て行ってくれみたいなところだったりとか。 で、まあちょっと、あの、ひょんなことから妻のアキコに手を挙げてしまうみたいなあのことがあって、その義理の両親からちょっとあの離婚を迫られるみたいなところで、で、まあちょっと家族だったりとか仕事も全て失ってしまった森下が、まあ町をさまよっているときにですね、えっ、ー、と、アキコに瓜二つの女性がストレージルーム、トランクルームからこう出てくるっていうのを発見してですね、で、そのトランクルームに、あの、あ ここ住めるかなっていうところをちょっとあのふと思いついて、そこに住み始めてしまうんですけど、果たしてどうなるのかみたいな映画でございます。はい、新型コロナウイルスの感染者は 世界で1万人に迫る勢いで日本経済の大きな影響も指摘されています困りますよ急に社宅を追い出されたらじゃあどうやって暮らしていけばいいんですか派遣切りにあったそうじゃないかキリアさんキリアさんから

紹介させていただんででですすすそそそううううなねねもも一つの言葉あっちょとと先ほどもレンゲさんからあのあった通りちょっといろいろと結構。 え上映後にお食事とかお誘いいただいて、でそこからレンゲさんがご退職されて、ちょっと年末に飲みに行きませんかみたいなあのご連絡いただいて、はいあ、ぜひぜひということで行ったんですけど、でその時にあのいろいろこれからどうしようかみたいな話をさせていただいて、であのレンゲさんの方からちょっとなんですか、ね、これから自分の代表とな <laughs> 作となるような作品を作っていきたいんですよねっていうお話をいただいてであのまあこういう今アイデアが2つぐらいあるんですけどっていう話で、まあ、1つ目の話をして2つ目にこのストレージマンのアイデアを話してるときにですねあのちょっと大変失礼かもしれないですけど話してるときにレンゲさんってすごい痩せ型の あの男性の方なので、うん、あれ、この方、トランクルームに住んでるっていうやりたりなんじゃないかなっていうふうに思って、<laughs> <laughs> で、ね、あの、レンゲさん、ちょっとトランクルームの方どうですかって言ったら、ぜひぜひっていうことで、で、まあ、そこから結構、うん、あのー、 こういうコロナも加えた話にしていきたいんですっていうのを毎週、Zoom でミーティングしながら、で、まあ、ちょっと僕、締め切りがないとあんまり書けないタイプの,あの人間なので、ちょっとレンゲさんにちょっとお尻を叩いていただきながら、脚本を2人で開発していったみたいなところで、で、そこからいろいろと、なんですかね、当時、文化庁のえと助成金の話とかもあったので、まあ、ちょっと2人で話し合いながら、それにも応募してみたいなところで、制作に至ったっていう感じですね。はい そもそもの、まあ、アイデアとして、まあ、このトランクルームに住むっていうのは、別にあのコロナとかは関係なく、もともと思ってたんですあそうですね、あのーまあ、ちょっと僕が映画作りで大切にしたいなとうう思っているのが、なんか僕じゃないとこう撮らないだろうなみたいな題材は、なんか大切にしていきたいなというふうに思ってて、うん、でそういう時に、まああに週刊誌の方うで、まあ、トランクルームに住まれている人の話が結構出てて。へ<ー>で それで結構僕も衝撃を受けて、まあその一畳半もないようなスペースでずっと暮らし,してて、で、この映画にも出てるようにちょっとトイレにも行けずみたいななんかそういうすごい衝撃的な、うん、あの内容の記事を読ませていただいて、いこれはちょっと映画化したいな、これを取り上げるのは多分いないんじゃないかなって結構思って、うん、で、まあそういうアイデアがあるんですっていうのを、まあ 蓮華さんに話したときに、やっぱでも社会情勢みたいなのも入れていきましょうみたいな話になって、今回のそれの形になったという感じですね、うん、あそのやっぱり僕自身も結構、あの肉体的にも精神的にもこうシビアな現場ではあったんですけど、まあ、でもそれはむしろウェルカムで、なんかどんどんそのカメラ回ってないときでも自分追い込まれている状況をなんかひしひし感じながら、うん なんか現場中は過ごしたいなと思ってたのでだからそうですねなんか自分の出番がない時もなんかあの空いてるストレージルームにあのこもって1人でなんかあのブツブツ喋ってたりとかあのこうすごい走って疲れてたどり着くシーンとかもあるんですけどなんか撮る前にしばらくその辺走ってきたりとか。 なんか基本的にはなんかあの肉体的に疲れ切った状態で撮影望臨むみたいなことはやってました。あと、あれですね、あのーえっと、何回か話したところもあるんですけど、うん、あの実際に僕、あのー、撮影現場で使ったストレージリームにあの一泊してみました。あうええ、実際に撮影初日の,あの、えっと、前夜にあの。 じゃあ明日から撮影をお願いしますって皆さん帰られてって最後自分一人残ってで自分が入る予定の部屋にもうちゃんとあの子横になって一晩過ごしてみましたいやいやしかもクランクインの前日だったんですねそうですねそうですねクランクイン初日は結構寝不足で行きました <laughs> 体痛いですよね絶対ね <laughs> いやめちゃくちゃ背中痛かったっすねちゃん寝れましたいや明け方ぐらいまでは基本起きてましたねなんかあの寝心地が悪すぎてあー電気とかはあるんですか電気はついていてでもなんか人が動くとセンサーみたいなのがあるので本当じーっとしてないとつきっぱなしになるんですよあー であこれ、なんか明るいままずっと過ごすんだなと思ってしばらくじーっとしてたら急に真っ暗になって、はい、あ真っ暗になるんだと思ってでこれだったらまあ寝れるのかなと思ってしばらく背中痛いけどじーっとしてたんですけどそしたらあの一番奥の方の部屋からあのキーボード叩く音聞こえてきたんですよ、誰かが。<laughs> えって聞こえて,きて,、えー、って思ってえ これどういうことって思った <laughs> え,えそれだ。<laughs> も<う>いたいた誰かいたってことですかそう、なんか夜中なので、もう、なんかそこにコインバーはいる方でしかもういないだろうなって時間だったので。あ、あ、あ,誰<か>あ。本当にいたってことなんだ。あ、そうなんだ。自分以外に誰かいるんだっていう。あらー。えええうええええええ なんか撮影してちょっとラストのクライマックスシーンを撮影してるときに結構あの撮影が深夜までは行かないですけどちょっと結構遅くまで行ったときになんかそれまでは気を使ってくれださってたとかどこかに行かれてたんですけどその住まれてる方がこう戻ってこられて <laughs>。 で本当にもうラストカット、そのショットで終わりみたいなときだったんで、もうみんな顔見合わせて、もう行くしかないって言って、<laughs> もうその奥に人がいる状態でカメラ回してるって感じなので、<laughs> まあその空気感は多分映ってると思うので、<laughs> そうです、ね。えー、はい、うわ、<laughs> すげえ、そんな。まあでもね、<laughs> そう,そうニュースになるぐらいですから、いるんでしょうね、やっぱりね。うん、そうですね、そうですね。 でも、まあ、劇中でもあったように、まあ、原則としてはダメなんですよ、ね。<あ>原則としては、はい。はい、ですよね。では、ちょっと、あの、冒頭の方でもおしゃ、喋らせてもらったんですけど、こう、まあ、いろんな登場人物が、こう、まあ、何人か出てくると思うんですけど。キャスティングに関しては、あの、結構、レンゲさんの方から監督が、あの、お願いしたい人 をメインにみたいなところでゆな委ねていただいて、で、あの、ユミ子とアキコの、あの、一人二役の瀬戸かほさんとかは、あの、以前、桐生映画祭で、あの、リビングの女王という映画が流れてた時に、<ー>なんか、すごい、あの、うちの姉にそっくりだなって思って見てたんですけど、すごいあの怖い、<laughs> 怖い感じのお姉さん役だったんですけど、で、あの、その後、打ち上げであったら、すごい、なんですかね、こう、 おとなしいというかおしとやかな方だったんで、あこの振り幅は一人で早くいけそうだなって思って、なんか瀬戸さんは、あのまあ、ちょっとぜひお願いしたいんですっていうふうに蓮華さんに相談してっていう感じで、で、渡辺博之さんとかは、うん、あの以前、ちょっと別のお仕事でご一緒させていただいたので、な,なんとなくこう、なんですかね、壁となる存在でもあるので、まあ、のちょっと。 あの以前お会いしたまんのですっていうところを Facebook で DM で送ってみたいなので<ー>あのご快諾いただいてみたいな形ででまあそんな中でちょっとあの後輩の、えー、落合役の矢崎宏さんだけはあのレンゲさんの方から、まあ、そういうなんですかねこうちょっとインフルエンス力のある方だったりとか、まあ、演技力のある方みたいなところにお願いしたいんですっていうリクエストをいただいてあじゃあその落合役に関してはお任せしますっていうことで あのレンゲさんにキャスティングいいいたみたただみな感じでしたね渡辺直哉さんは、はい、<laughs> それこそその前作の「マザーフット」でこういろいろ回ってた時にちょうど宮田バスターズさんがあの回ってた時にもうすごい映画祭ですごい、はい。 <あ>盛り上げてててくださっ前作の話ばっかりするのもあれなんですけど、前作はちょっとずっとロートーンでそのまま突っ切っちゃうっていう映画だったんですけど、うん、なんか今回、まあ、暗い映画の中でちょっとコメディーリリーフといいますか、<laughs> ちょっとあのふっと気を休められる瞬間が欲しいなというふうに思ってて、まあ、そういうところでこうストレージルームというかトランクルームの住人でちょっとあの面白い方がいいなというところで、ぱっ、うん、と浮かんだのが。 渡辺直哉さんだったので、蓮華さんに相談して、蓮華さん自身も渡辺さんと以前から面識があったということで、ぜひということで。一回見たら忘れられない役者そうです、そうです。ビジュアル的にもね。そうですね。お芝居的にも。そうですね。そうですね。とい本当出てきた時に、これはどっちの流れにもいける感じが、そこで思いますそこでちょっと。で そういう重いテーマの映画ではあるんですけど、まあ映画祭とかでも渡辺さんのところはあの意外とわ笑いが起きたりとかっていう感じではあるので、<laughs> なんか本当におかげさまでいいコメディデリリクになったなという感じで。特に結構、スキップシティとかは終わった後もいろんな方とお話しする機会も時間が十分あってあったりとかしまして。<laughs> で あのやっぱりそう自分自身もそのコロナ禍の中であの仕事がこうフリーランスでやってたんだけどなくなってすごい苦労してたんだよねみたいなことを話してくださってだからこうすごい共感を得られたよみたいに言ってくださった方もいらっしゃいましたしあと、まあ、渡辺裕之さんが出られてたということであの聞きつけて見に来てくださった方もあのいらっしゃったりもしましたし。であ,とまああとの 面白い感想としてはあの終わった後に僕のことを見てあ,あのあんなに痩せっぽちだったのにちゃんとあの顔ふっくらしてよかったねみたいな <laughs> <laughs> そ,その後森下はちゃんと復活したんだね <laughs> みたいなキ <laughs> ービジュアルとなるあの最初のカットがすごい背中のカットなんですけど悲壮感のある背中をどうしても撮っていただきたかったので。 まああの背骨浮き出るにはどうしたらいいかなと思って、痩せて、痩せてって感じで臨みましたね。あの僕の中ではあのジョーカーのホアキン・フェニックスの背中と戦おうと思って準備してました。<laughs> <laughs> <laughs> なるほど。なるほど。<laughs> あの骨ばった感じですか。そうですね。<laughs> なんか大事にしてる。 言葉というか、なんか好きな言葉なんですけど、プロデューサー、監督の仕事は現場入るまでに9割終わるみたいな言葉が僕結構好きで、うん、で、まあ本当に、それこそ本読みで、あの、まあ、レンゲさん、瀬戸さん、渡辺さん含めて一回やってみたりとかした時に、うん、まあこのセリフ言いにくくないですかみたいなところをなんか吸い上げて、で、そこでも台本も直して、で、リハーサルで何度かやって、 でこ,こ動きにくいですかとか、まあ、そこで結構演出というか、リクエストを入れさせていただいて、で現場に入ったらもうまあカメラ位置でここまで歩いてくださいみたいなのは言うかもしれないですけど、もう何ですかね、演技に関してもお伝えしている部分もあるので、まあそのままほとんど言わずっていう感じでやらせていただきましたね。<ー>そしたらまあ、えっと。<laughs> ちょっと先ほどから何度かお話は出てるんですけど、まあ、前作マザフッドっていうものがあって、で、まあ、今回の作品と結構、こうちょっとテーマ的なものとしては割と重めの話というか、まあ、展開とかの見せ方もそうだと思うんですけど、うん、それはこう監督自身の何かこだわりというか、まあ、例えばなんかこう、なんか参考にされたりだとか、そういう見せ方みたいなものはなんか参考にされたような作品とかもあったりするんですか そうですね、なんとなく話してる話で、こうまあ道徳的なテーマというか、今回、前作は旧優生保護法っていう、あの精神病をバズられてる方だったりとか、あの知的障害をお持ちの方への強制不妊。 手術の問題をこう扱ってたりとか、まあ、今回はそのコロナによる貧困の話を取り扱ってるみたいなところなんですけど、まあ、結構原体験として、何ですかね、こう、小学校の道徳の時間に見せられるビデオが、なんかその社会問題を扱ってるからか、すごく面白くなかったんですよ。子供ながらに。んですかね、こう、まあちょっとブラック問題を扱ってるので、すごく何ですかね、こう、 なんていううだろうこう真面目な作りというか、すごいなんかそういうところにちょっとへきしてたなんか少年時代があって、<ー>でまあ、アメリカって結構そういう社会問題を取り扱いながらも、ちゃんとエンターテインメントとして昇華してるみたいなところがすごく魅力を感じてまして、<ー>でまあ、そういうところで、例えば、あのションペーンが出てるミルクだったりとか、なんかまあそういう。 LGBTQ の話を取り上げてやってる Boys Don't Cry だったりとかなんかそういうところでまあちゃんと暗いながらもちゃんとエンターテインメント化してるっていうところにはすごくあの挑戦したいなというふうに思ったのでまあ結構その前作マザーフットもまあすごい重いテーマではあるんですけどこう構成としてはちょっとジェットコースタームービーじゃないですけどまあそういう形にして今回もまあ森下はすごく大変な目にはあうんですけどまあ いろんな何が起こるか分かんないみたいなそういうなんか展開にしたいなというふうに思って、まあ、そこはあの連結間にも話してあの今回もそういう話の作り方にしようっていうのは作っていきましたねちょっと時間、まあ、時期的に間に合うか分からないという表現もあれなんですけど、まあ、結構特殊詐欺だったりとか,なんかそういうところのなんかテーマで。 なんていうんですかね、こう、例えば、こう、その特殊詐欺で、な、なぜかこう、才能が発揮されてしまって、でも、ちょっと、良くない方向に行ってしまうみたいな、なんかそういうテーマで、なんか、 撮れなないかなというふうにはなんとなく構想してたりはするんですけどただ、まあ、あのうちの母親に「もうそろそろ明るい映画を撮ってくれと」何と何度も言われてまして「マザーフット」の時もこっぴどく言われたんですけどそれで、まあ、<ー>作ってしまったので <laughs> ただそのを親孝行もしないとなとは思ってる <laughs> というところではあるんですけど <laughs> <laughs> あの森下は本当最初に台本読んだ時から結構なんか自分に近いなと。 思いながら読んでまして、まあ、彼ってその劇中の中で結構いろんなことからなんか逃げて逃げて、うん、あの進んでいって、うん、でプラスそのなんかこう生まれ持った要領の,の悪さみたいなのがあってなんかことを好転させたいんだけどうまくできなくていろんなことに巻き込まれたり変な方向に転がっちゃったりして。 でさらになんか自分でそれ取り返そうとしてさらになんか変な方向に持ってっちゃったりしてとかこう、うん、なんか裏目裏目になんか出ていっちゃうような男なのかなと僕思ってずっと見てたんですけどなんかその要領が悪くてうまく生きられないみたいなところは自分もすごく感じてきたところではあって、うん、なのでそのこう生きづらさとかあのー こうなんでうまくいかないんだろうなみたいなそういう,こうネガティブなところというとあれですけどこう情けないところっていうんですかねなんか弱いところとかをすごく万能さんには引き出してもらいたいなと思ってこの森下とは向き合ってきてましたねうんなんかすごくちょっと変な言い方になっちゃうかもしれないですけど追い込まれていく森下がなんかすごくリアルというか なんかいろんなことで、どんどん追い込まれてて、焦ってる様子っていうのが、すごく、な、なんだろう、ね、えめちゃめちゃ変な言い方なんですけど、なんか見ていて気持ちいいみたいな部分が、俺なんかあ、<laughs> なんかこの、ここまで焦る人っていうのが、ちょっと面白くも感じちゃったがいうのがあってうちょっと俺が、ちょっとこれ、歪んでる部分かもしれないですけど。けな,な,なんかでも、あ いるような、こういう人みたいなのが、<ー>なんかあって、ちょっと、ああ、ああ、ああ、あ,あって、ちょっとこの方にっんごめんなさい、ちょっとこれは俺がおかしいだけです、ね <laughs> そう。すみます。<laughs> <laughs> でも、あの、本当、追い詰められていく様を、あの、まざまざと見ていただく映画なので、あの、<laughs> そこを楽しんでいただら受けて嬉しいです。<laughs> <laughs> 楽しんで、ちょっと、ね、楽しんでいいのかなっていう思いもあります <laughs> ちょっと、あ、でもなんか、なんかちょっと気持ちいいかもみたいな。<laughs> やばい、ちょっともう、もう黙ってきます。多分そいそういう感想とかもお二人は聞きたいんじゃないですか、<laughs> 多分 <laughs>。そうですね、そうですね。なんかこう、身にしみましたっていう、うん、あこう、言葉たくさんいただいて嬉しいですけど、なんか今、ね、桑さんがいただいたような違う楽しみ方されるっていうのは、なんか、<laughs> 嬉しいですね、そ,それも。<laughs> なんかこう、めちゃめちゃ自分よりもすごく焦ってる人見ると、ちょっとなんか落ち着くというか、うんうん、ちょっと優越感に浸れるみたいな。そ、うん、れでも人間の本質的なところではあるんじゃないですうん、うん、んかそういうのをなんかちょっと感じたのかもしれないですね。すねなんかどんどん追い込まれて、うんうん、あ、焦ってる焦ってるみたいになっていくのがなんか、ちょっとなんか <laughs>、そんな感じがしました。本当なんかこう、うん 悲劇も後藤巻きから見たら悲劇だってよく言うので、うんうん、なんかある種、そういう要素も持ってるのかもなと思いますけどね。なんか公開されて、なんかそういう自分が意図してない見方。 をしていただけるみたいなの、うん、すごくなんかあのいろいろお話いただいてすごく、まあ嬉しいし驚きがあるみたいなあの、うん、それこそ渡辺直哉さんが演じたあの小笠原さんがまあちょっとトランクルームでの住み方のいろはをこう森下に教えてくれるみたいなことがあるんですけど、まあ、彼がいなかったら多分そのいびきで森下はいって 見つかってたので、ああでね、なんか、最後のああいう追い込まれ方まで行かなかったかもみたいなのを、瀬戸さんのマネージャーさんに最近言われまして、うそういう見方もあるんだなみたいな、うん、なんで彼が助けたようで助けてないのかもみたいな、なんか、そういうふうわな、うわ<う>意図してなかったんですけどみたいな、そう,いないそう考えると、<laughs> そうですね。 助けたようで引きずり込んだ張本人は彼なのではっていう、<laughs> はい。なんか見方もあるんだな、みたいなので、そういういろんな見方ができる映画かもしれないな、というふうに思ったんで。うん えーとまああのこちらにも書かせていただいてるんですけどあの池袋シネマローサさんにてえーと5月20日土曜日から2週間ロードショーされる予定でございますえーとまあ窓口だったりとか公式 EC サイトで前、まあ、売り切れもあのずさん発売中ですのであの皆様ぜひ劇場に足を運んでくださいどうぞよろしくお願いいたしますじゃあ 2>,、うん、2週間のロードショーで2週目からはあの前作の方も併映の予定というふうにお聞きしたんですけど。 <あ>そうですねあの、前作のマザーフットという作品もあの、ちょっと特別上映という形で閉鎖させていただきたいなというふうに思っておりますので、そちらも、はい、ぜひあのお楽しみいただければなというふうに思っておりますマザーフットという作品は、我々ちょっとお見せしていただいたんですけど、こちらもちょっと、なんて言うんですかどういったお話かというものだけを、ちょっと触りの部分だけでもよろしいので、ご説明いただけますでしょうか。わかりましたえっと ミアっていうあの妊娠6ヶ月の女性がいらっしゃるんですけど、まあ、その方が、まあ、あの神社の階段からちょっと転げ落ちた表紙,表紙にですね、えっと、1994年にタイムスリップしてしまうと、でまあ、実際この1996年までにこの日本っていうところ、あの国でですね、 あの郵政保護法というところであの精神障害を患っている方だったりとか知的障害をお持ちの方に強制手術、えー、不妊手術をされてたという歴史があるんですけど、まあ、あの宮が94年に 行ってタイムスリップしたんですっていうところで精神病院に強制入院させられてあのそういう優生方法にかかってしまうかもっていうところでどうなるかというお話でございましてなのであのちょっとそういう社会問題と SF を組み合わせたみたいなちょっとそれこそソーシャルスリラーになっておりますので、うん、こちらもぜひ、はい、お楽しみいただければなというふうに思っております。保保護護法法っってて知る 精神障害者は子供を殺されるか一生子供を産めない体にさせられるの <laughs> お腹の子供殺されちゃうかもねあなたは24年先の未来からタイムスリップしてきたあの神社がこの時代につながってるのかな めちゃめちゃ怖かったです。あす,すみません。<laughs> あの、でも、この怖さがなかったら、レンゲさんも声かけてくれなかったなと思ったので <laughs>、はい、これが、まあ、<laughs> ある意味、お二人の、こう、出会いのきっかけとなった作品です、ね。そうですね。はい、そちらもぜひ。ね、<laughs> はい。でも、これを、まあ、その、最初にレンゲさん見て、それはもう確かに、すごいなと思いますよね。<laughs> それは確かに、ちょっと、あ、いい、近くにいるなら話してみたいってなりますよね。 いやーそうですね、なんかどういう方が一体こんなものを作るんだろうっていう感じで、とにかくちょっと一度お話聞いてみたいなと思って、うんそこからもう仲良くさせていただいてます僕はあの、しじみさんが住んでる休憩室みたいなところが初めに結構引きで映ったと <laughs> き、ました、ね、<laughs> この絵すげえって思って。 いや本当に何か背筋が凍りつくような感じで、はい、なんでかわかんないんですけど、そんな感じがして。うんいやいやあ,さあ,あすみません、本当にあそう言っていただけると、本当、c d b さんもなんかすごいあの気に入っていただいて、ちょっと、うん、なんんですか言い方あれなんですけど、闇メイクみたいな、うん、ちょっとやんでるメイクをされてたんですけど、はいうんうん、なんかそれが気に入っていただいたみたいで。茨 うん、茨城でこう撮影してたんですけど、うん、そのまま東京までそのメイクで帰られてたで、ね、それは大丈夫だったんですかぐ、ね、ら <laughs> いかも、結構あの、エリカという役を気に入っていただいて、ありがたいなというふうにょっと突っ込んで聞いてる <laughs> ぜひぜひ <laughs> はい。 <laughs> まあそんなお二人、まあ、出会うきっかけとなった作品も2週目からは閉として上映されるということで、ぜひ、こちらもお楽しみにしていただければと思います。はい。 たらまた、えっと、上映の際に何かグッズの販売なども予定されていますでしょうか。あそうですねあの、いろいろ考えてるんですけど、あのまあ、決定しているのはパンフレットであの、それこそレンゲさんのソロインタビューだったりとか、えー、生徒さんのインタビューとかも載ってまして、まあ、それ用に生徒さんのすごいいい写真を撮ってるっていうところもあるので、うん、そちらもぜひお買い求めいただければなというふうに思っております。 えー、シネマチュラニズムをご覧になっていただいて皆様、あの本日、えーまあ、たくさんの方にあの支えられてあの、このような形で、まあ、あのシネマロッサさんであの2週間のロードショーをさせていただける形となりました。えー、本当に映画というのはあのお客さんに見ていただいてあの初めて完成するものだなというのは本当あの毎回。 登壇させていただくたびに思っております。あの少しでも多くの方が来ていただいてあの一緒に時を過ごせることができたらなと思っております。あの私もあの初日には登壇もちろんいたしますのであのぜひ一緒にあの体験をできたらなと思っております。あのぜひお越しください。お待ちしております。よろしくお願いいたします。えー、シネマチラリズムをご覧の皆様本日はえっ、ー、といろいろとあのなんですかね。 え、変な話をしてしまったかもしれないですけど、<laughs> すいません。<laughs> ありがとうございます。でも、先ほども申し上げましたけど、あのこの映画を見てすごい。いろんな反応をいただけて、なんか。まあ制作者としても意図してなかったところを汲み取っていただいたりとか。まあすごく。いろんなキャラクターにあの感情移入できました。っていう。そういういろんな。 感想をいただいて、すごくう嬉しいなというふうに思ってまして、で、まあ、いろんな映画祭でも上映させていただきましたけど、あのまあ、本公演といいますか、やっと池袋シネマのロサさんで2週間労働賞をされるということなので、まあ、あの初日、私とレンゲさんと,、えー、と、あと瀬戸さんの登壇も決まってたりしますので、そういうところで、あのまあ、初日に限らず皆さんでちょっと映画を体験していただいて、いろんな感想をいただければなというふうに思ってますので、あのぜひ劇場に、えー、足を運んでいただけると幸いです。 どうぞよろしくお願いいたしますそれでは本日もご視聴ありがとうございました、はい、面白いと思ったらチャンネル登録ご評価よろしくお願いしますそれではいきますせーのシネマシラリツムありがとうありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました